衝撃の映像、ヤバすぎる瞬間をカメラが捉えていた。1分24秒、これね、摩訶不思議な現象です。なにパソコンが動くとか。えはぁ、あ、なんか喋ってる。そう、なんか喋ってる、喋って喋ってる。あーってやつ。じゃあ、違う、なんか、コルネチ。こうね、これだよ。掘ってるよ、あなた今。掘ってます。本日も調査班ホラーナイツ。今日はね、数多いでございます。おー、あー多いの。ということでね、ビビっちゃわないように気をつけてくださいね。わかりました。正面チクらないですよ。やっぱ入りその感じじゃダメなの。やっぱり。はい、ホラーナイトですよね。今のおお、2回連続2連続来たな。なんか移動してる感じの音の量てか、撮影前もあったよな。嘘マジ撮影前も似たような音がパッ、みたいな。合計4動画ですかね。おお、多いな。え、でも4動画でいっぱいあるの。13、4あります。おー、やべえ、めっちゃ多い。なんかさ、入る動画にはめちゃくちゃ入るよね。でっけえ、ブーンってやべえのが最後にありますとかいう回ではないです。あー、なるほど。ほんと数だ、数でしょ。数が多めの回です。はい、はい、なるほど。まず一つ目が、理解不能、ヤバすぎる軍事訓練。はい、俺の突然のやつや、うんうん、2分17秒でドアに顔がある。それでは3つ目いきます。ホットポテトゲーム。あ、あ、見える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 。え、あ、見える見える見える。あ、なんか口開いてるような感じ。そうそうそう、これが口で、これが目で、これが目で。ああ、女の人鼻もあるよ。定義を見てるように見える。いやいや、怖い。いやいや、急に取り払って。確かにちょっとね、ちょっと傾いてるね。それだけはやめてほしかったんですけど。1個目から落ちてるやん。いやいや、1個目顔かよ。しかもこんなね、はっきり見える。何が数の回やと。それで怖かったよ。うわ、なんか動いてるわ。ガチ。それでは3つ目いきます。ホットポテトゲーム、ホットポテトゲーム、ホットポテトゲーム。いや、動かないで、せめて。ほんとよ。せめてシミだと思わせておいてください。あ、なんか間違いだと思いたいもん。数の回っていう言葉撤回しておきます。そうだ、全言撤回。いかつに、いかついのはあれっぽいですね。2分41秒、女性の声がする。やばいやん。そう、こういうね。え、一本間違えた。死ねやん。そう、そう、そう。言ってる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 。なんか喋ってさ、うん、変だな。松木と同じ口の動きをしてるけど、どんな日本語っていう感じだから。てか、同時に喋ってたの、松木は。そうだよね。裏に裏に一人いる。そう、こういうね。え、一本間違えた。ビビっちゃう。うん、裏、ね、裏裏裏裏裏。別だわ、タツキと。タツキだとしても、さあ、パっていう謎の日本語は、偏差値的に言わないとは言いにくいですけれども、断定はできないですけれども、あんまり変な言葉発出するタイプではないんで。あ、まあ、そうだね。まあ、じゃあ、俺が断定すれば別によくね。俺ではないです。俺じゃないです。俺ではない。続いて2つ目の動画です。精神病院から抜け出したサイコキラー、クロプシ。なかなか面白い都市伝説だっていうね。これおもろいね。48秒、女性の声がします。ほんと都市伝説っぽい。怪人&人気、怪人&人気、怪人&人気。好感度と同時で、そう、ちょっと前の、うん、やってくれる。SM よりちょっと早いし、この音普段しないはずなんで、うん、そうだね、まあ、普通に女性が喋っているっていう可能性が高いですね、うん、はい、56秒、男性の声がします。世界の都市伝説として精神病院、精神病院、精神病院。あー、なんかすげー喋ってるね。なんだこれ、これなんか喋ってはいるよね。ヘッドホン案件じゃないですか。なんて言ってるかは全然わかんない。喋ってる感じは全くない。逆に、あっていう声はめっちゃはっきり聞こえる。あー、もう男だ。俺嫌だな、嫌って聞こえるわ。おお、なるほど。世界の都市伝説として精神病院。あー、聞こえるね。確かに俺嫌だまで聞こえるけど、俺はまあみんなの口の動き的に多分現象でしょう。4分15秒、男のため息。
このランドっていう人物がウィローブルック精神病院で働いていた人なんですね。いた人なんですね。いた人なんですね。後で話す。すげえ。今のは結構ね。がっつりため息だ。何度も言うけど、俺が喋ってる時っていうか、なんだろう、説明してるような時は音を出さないように極力徹してるんで、話し終わらない段階でね、このなんていう人はメンバーにはいないんですよ。うわ、7分53秒、女性の声が聞こえます。実在する人物っていう風になってしまった。まあだからそれは本当に都市伝説ってわけだ。うん、本当に都市伝説ってわけだ。うん、本当に都市伝説ってわけだ。うん、本当いるよって聞こえる。嘘。あ、そんなに聞こえる。はっきり。まあだからそれは本当に都市伝説ってわけだ。うん、本当だ。何、意外とってなってんの。異形が入ってるな。うん、そうそう。3つ目の動画が、誰もが疑う嘘のような判決誤選。1分50秒で僕の顔に光があると。まずね、この映像を見ていただいて、はい、そのシーンに行くと、ここに、ね、光がついてる。おー、ほんとだ。白い。なんか俺が米残したみたいになってる。見てもらえば分かる通り、口には何もついてないんでね。おー、ほんとだ。確かにね。これはかなり特例なわけなんだよ。何人が言った？2、3人ぐらいだね。もうほんとそのぐらいの領域で。マックス60万円。75か。1人25万だから75万だね。はい、大金だね。まあ大金だね。で、これこの後にちょっと大きくなって数箇所で出てくるんですよ。カメラにまあそのゴミがついてんのかどうなのか知らないですけど、じゃあなんでそのついてない場面あるのっていう、まあそうだね、まあそうだね、元になるんで、結構説明のつかない現象ですね。うん、まあ、これの他の部分で言うと、まあ7分15にはちょっと大きくなってる。ほら、またここに。ほんとだ。あら、あ、それか。あ、ほんとだ、なんだこれ。ちょっと前にするよ。うん、そうそうそう、死ぬいろーいみしいいのがないしかない。ない、ない、ない。うわー、なんだこれ。結構やばいよ。うん、さっきと位置おかしくねえか。おかしい、おかしい。あ、位置は一緒なのかな。一緒っぽいね。一緒か。あ、でも形が違うわ。こっちちょっと角がないけど、さっきの7分とかのやつはもう結構綺麗な四角じゃない。ほんとだ、ね、ほんとだ、うん、もう一箇所あって、うん、9分9にもあるんだ。ちょっと濃くなってる気がする。あー、わかるかも。確かにね。同じじゃん。俺らは動くけど、カメラは固定されてるんで、ドアは動くことがないっていうか。だから画面についてるんだったらもう一生ここにあるはずなんだよね。そうだよね。自然に考えたらカメラになんか物がついてる、なんだけど、消えてんのがもう無理だよね。そうだよね。まあでもカメラについてるも普通に考えればもう物理的に無理しかない。大きさもおかしいし、大きさがおかしい。ぼやけるから、はっきりすぎるもんな。1分29秒、女性の声です。そういうの本当にあるんだね。いや、あるんだよ、本当に。これ埼玉県です、ちなみに。これ埼玉県です、ちなみに。これ埼玉県です、ちなみに。なんか言ってるよね。言ってる言ってる。なんか27か8ぐらいの聞こえる。普通に喋ってる。うん、長い。29からなんか喋ってる。俺が横向くらへん時めっちゃでかくなってる。でかい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 。なんか言ってました。そうだね。まだ鳴ったわけ。ガチッつったね。めっちゃ上鳴るやん、今日は。もう制御ずっと見てんじゃん。で、こっち向いたからそれにこうしてでかくなってる。気づいてくれたかなみたいな。気づいてくれてるわみたいな。こっち見たわみたいな。あるね。ファンクラブの生電話あるじゃん。あれ最近俺電話するやつ。ロボットみたいになってる。すごい単語だね。調子が一個もない。電話したんですよ、ファンの方、当選した方と。その人めっちゃ霊感やっぱあるみたいで。なんか気づいてくれる人にアピールするらしいよ。セリさんだけ気づいてる音とか多いんでみたいな。ああ、そうだね。それで伝えたがってるみたいなのはあるって。へえ。よう、セリ気づくもんな。生電話したい方は概要欄からファンクラブに応募してください。お願いします。毎月やってます。毎月やってます。はい、ありがとうございます。衝撃の映像、ヤバすぎる瞬間をカメラが捉えていた。1分24秒。これね、摩訶不思議な現象です。何？パソコンが動くと。え？あ、なんか喋ってる。そう、なんか喋ってる。喋ってる。あ、なんてやつ。じゃあ違う。普通ごめん。なんか。じゃあ違う。普通ごめん。なんか。もうピョンみたいな。動かしてないよ。しかも勢いやばくない？俺がなんかこう全然あんな動き方ない。全然やばい。やばい。絶対してない。1個目は俺がタッチして入れてるんよ、多分。その後の
こういう動きは絶対俺はできない。いや、ありえない、ありえない。てか俺が軽く弾いても何も動きもしないんで、うん、それどころかこの戻ってるんで意味がわからないっていう、うん、これ結構やばいだろ、うん、やばいよ、ね、普通にやばいと思う。4分40秒叩く音が聞こえます。これ拾わんの？やば。俺らには聞こえないんだよ、誰も反応しない、うん、聞こえないんだよ、誰も反応しない、うん、聞こえないんだよ、誰も反応しない、うんうん、でっけ。誰も反応してないしね、これ、うん、ただワンチャンね、俺のパティーンもしくは前の他の2人のパティーンありますんで、うん、まあ例ではないパティーンもあるのかなっていう。2人とも全く動いてないよ、前の2人、うん、まあ、意外と痛くなかったパティーンかもしれない意外とかすれたパティーンかな7分50秒。今声聞こえた？うわ、出たよ、もう全く聞こえなかった。いや、もう忘れない。なんか普通に女の子みたいなのが聞こえた？言ったよ。やばっ。だからそれはもう正義に直接伝えに来てんだよ、だからそれも。いや、もう怖いわ、もうなんかもう脳内に来てんじゃないの。いや、もう普通に後ろだったの。あ、マジ？後ろ？でもなんか最近聞こえてるのが入ってるからなんか俺も楽だわ。あ、楽だ。自分だけじゃないみたいな、なんかね、バカなこと言ってるみたいにならないからさ。やっぱり正義だけが気づいてるから反応するっていう説が。怖えな、うん、気づいてないふりするか。多分なんかどっかから見てんだろうね、ずっと。まあでも今更気づいてないふりしたって無駄だろ。めっちゃビビらせようとしてくるやん。いや、だって急にそんなことしてももうレイはそう思い切ってるからね。7分50秒ですね。現象をまあ動画内で扱ってるんですけど、うん、記号なんだよ、なんて言ってるか分かんないから、うん、はいはいはい。それが調査官によると消えろって言ってますよ。言ってますね、もう消えろみたいな。マジだしさ、それにしか聞こえねえ。ここに住んでない方々いらっしゃるやん。俺らに対してじゃないかもよ、うん、結構がっつり攻撃的だから、これ逆再生で扱いましょうか。はい、あー、いいね。逆再生案件ということで、はい、もうそろそろ逆再生できるかと思いますので皆さんお楽しみに。それでは本日ラストです。はい、6分14秒、男性の声が聞こえます。これが一応俺が今日感じてたのは一番ヤバそうでした。とりあえずおかしいなことは間違いないです。はい、間違いないです。はい、間違いないです。はい、うわ低いやつ、うわやばい、めっちゃ低いやつ、やばい、うわやばい、これやばいわ。普通にめっちゃ鳥肌立つこと言っていい、うん、全員口見えるから見といて。ああ、全然面白くてない。とりあえずおかしいなことは間違いないです。はい、間違いないです。はい、間違いないです。はい、13分。うわめっちゃ飛んでんじゃん、みんな。うわ、なんかてか人間が出せる声じゃない気がする。無理、低すぎない。こんなもう全然それでも真似できてない。高いよね、高いよね。にぎわみたいな声だ。相当苦しんでる感じで、あ、首を絞めてやってた声、そうだね、そういう時みたいなね。うわ、うわ、それやばいね。あるよ、あるね。本日は調査班ライトここまでとなります。もう全然軽くない、ね、あ、いろんな種類あったな今回、うん、ね、顔もあれば声もあって、よくわかんない光もあったし、動いてるし、うん、マックも、うん、ということで本日の動画面白かった方はチャンネル登録、高評価、グッドボタン、下の概要欄にいろいろありますのでチェックしてみてください。もうめっちゃサイコパスやん。さよなら嘘でしょ怪人人気精神病院にいた人なんですね。都市説ってわけだ。うん、本当。これ埼玉県です、ちなみに。聞こえてないんだよ、誰も反応しない、うん、間違いないです、うん、はい。